高野達行聖火東京都渋谷区代々木にある、高野達行の住居跡、高野達行記念館朧月夜の館、内山文庫、高野達行4月13日から1947年1月25日は、日本の国文学者、作詞家、豪和、内山、長野県水内、郡栄光村の豪農出身。国文学者としては、国文学史教科書、 近松門在門前集、日本歌謡史、浄瑠璃史、日本演劇史などの業績がある。帝国学士院小受賞。同県下田海軍と与里村野沢温泉で没する。文部商編尋常小学商家は当初、作詞、作曲者が伏せられていたが、近年の研究により、以下のような商家の作詞者であることが広く知られるようになっている。特筆しない限り商家の作曲は、 岡野定一による、その他、百校近い学校の校歌の作詞を手掛けた。ABC ゴンドー2015、ピアニッシモ、40から44、第1部、第2節、高野達之の略歴。ゴンドー2015、ピアニッシモ、44から75、第1部第3節、高野達之が語る、研究歴。ゴンドー2015、P501、猪瀬直樹。 ふるさとを作った男日本放送出版協会1990市川武雄監修新州ふるさとの歌集体制一奏者出版2008ありがとうございます